皆さんこんにちは。株式会社アッテミー代表取締役の吉田優子です。私たちアッテミーは高校生が意思ある進路選択ができる社会の実現を目指して、高校生向けインターンシップのマッチングサイトの運営などを行っています。また私たちは主体的に就職活動を行う高校生の就職活動のことを青春就職と呼び、ビジネスの世界で成長を目指す、自立を目指す高校生たちを応援しています。今年コロナウイルスの感染症拡大の影響で高校生の就職活動には様々な影響が出ています。まず一つにはやはり昨年より求人数が減るということです。で、高校生も学校の先生も保護者の皆さんもどれぐらい減るのかという不安感を漠然と抱えていらっしゃいます。私たちは高校生採用する企業さんと日々接して、こういろいろと情報交換をさせていただいたり採用活動のお手伝いをしていますが、こんな中でも高校生を積極的に採用していきたいという企業がたくさんいらっしゃることを感じています。この高校生の不安、それと採用していきたいという企業様、その出会いを作りたい、そして高校生にそういった企業がたくさんあるんだという安心感を持ってほしいということで、高校生の採用活動を行っている企業の可視化を目指して、青春就職2020の特設サイトと青春就職2020というキーワードを作りました。このキーワードをぜひ使っていただいて、今年就職活動する高校生を応援するメッセージを投稿していただいたり、高校生に会社情報を届けたい企業様も動画にハッシュタグをつけていただいたりという形で高校生を応援していただけたらというふうに思います。また影響のコロナウイルスの影響の2つ目としては、夏休みが短いということがあります。一番短い地域で高校生の夏休みは9日程度しかありません。高校生たちは就職活動をしながら毎日6時間の授業を受け続けるという過去にない就職活動の状況が待っています。そんな中で私たちはオンラインを使って、高校生の都合のいい時に高校生にとって一番いい時に企業の情報にアクセスできるように、高校生と仕事の出会いを作ろうということで、 YouTube のライブ配信で会社の説明会を行うことに決めました。これを大阪府の行う大阪仕事フィールドさんと一緒に共催という形を実現しています。高校生の皆さん、人生の主人公は自分です。ワクワクする人生を送れる、そんな仕事と会社との出会いをこの青春就職2020のサイトを通して見つけましょう。